大佐殿、対岸の状況がはっきりしません。先に砲撃し焼き払ってはいかがですか。砲撃を開始したら奇襲にならんだろう。しかもここはこんな平らな場所だ。隠れて待ち伏せしたとしても大した数じゃないだろう。全軍進ませろ。はい、行け行け。别着急，沉住气，听我的命令再开火。好，听明白了吗？好，没错了。出膛，让愤怒的弹花祭奠九一八以来我关东袍泽万千冤魂，让子弹出膛，让烧红的枪膛雷响我东北将士心底压抑已久的抗日战鼓。机枪连一众兄弟自此把李天白引为知己，其后机枪连诞生了马占山部第一个士兵委员会，第一个中共地下党小组。